白雪姫。白雪姫とは日本で生まれた白髪のメスのサラブレッドである。場名はグリム童話の白雪姫に由来する。サンデーサイレンスン区の白毛馬として話題を集めた。足毛とは違い白髪は生まれた時から白い。影のウェーブインドの発語である本馬は、父が青影のサンデーサイレンスであるにもかからず、突然変異で誕生した白髪である。 突然変異なので、本場の定前には一頭も白髪は生まれていない。突然変異の場合は、白髪馬は非常に生まれる確率が低く、1万頭から2万頭に1頭ほどの確率でしか生まれない。そのため白髪馬は出走した頭数も少なく、地方競馬ではホワイトペガサスが南関東公営競馬で発祥を挙げているのを筆頭に数頭が勝利を挙げているが、 中央競馬では、本馬が競争馬としてデビューした2001年、平成13年当時まだ勝利はなった。本馬はデビューが遅れたこともあって、出走したレースは、中央競馬の500万円以下、または900万円以下という厳しい条件であり、初勝利を挙げることはできなかったが、それでも急戦して一度三着に入っており、白ケマとしては、中央競馬で、 初めて馬券に絡む着順三着以内に入っている。競争馬引退後は繁殖品馬となった。突然変異の本馬自身と違い、すでに白髪で演し、他の毛色に対して優勢を持つ本馬の産区はメンデルの法則により50%の確率で白髪として生まれ、両血でもあるため白髪の新系統誕生をも期待されている。出典 2003年、平成15年に生まれた、白くんは、2006年、平成18年1月5日、美穂後藤義行旧社からデビュー。同年7月20日、競争馬登録を抹消。農山ー,ースパークで乗馬となったが、2008年、平成20年8月に、大馬や。その後、関西方面に移動の後、2009年、 平成21年に1月頃を最後に、消息不明となっている。2004年、平成16年に生まれたホワイトベッセルは、2007年、平成19年2月18日、立党、安田孝行旧社からデビュー。同年4月1日、2戦目となる3歳未勝利戦で、白毛マ発の中央競馬勝利を挙げ、2011年、平成23年1月26日、 競争馬登録を抹消。京都競馬場で誘導馬として活動した。詳細は当該項目を参照のこと。2005年、平成17年に生まれた、ゆきちゃんは、2007年、平成19年7月8日、美穂・後藤義行旧社からデビュー。2戦目と3戦目を連勝し、2008年、平成20年6月18日、5戦目となる。 川崎競馬場の重賞、関東オークスでは八馬審査で圧勝。世界初となる白髪馬による重賞勝利を挙げた。2009年、平成21年9月、出走機会を求めて川崎競馬山崎博美級舎に席。その後も重賞を2勝した。2010年、平成22年12月28日、競争馬登録を抹消。 同年ノるグランプリ最優秀品馬を獲得。繁殖品馬となった。詳細は当該項目を参照のこと。2006年、平成18年に生まれる予定だった3区、七ブラックホークは、流産した。2007年、平成19年に生まれたママズリッシュは、2009年、平成21年9月6日、美穂・後藤義行厩社からデビュー。 2010年、平成22年9月2日、競争馬登録を抹消。繁殖品馬となった。2008年、平成20年に生まれた3区は、結局デビューしないまま、白兵という名前で、京都競馬場で誘導馬として活動している。2009年、平成21年に生まれたマシュマロは、2011年11月13日、立東。 吉田直弘旧社からデビュー。初戦の新馬戦を勝った。白髪馬の新馬戦勝利は JRA 史上初である。2014年3月13日、競争馬登録を抹消。繁殖品馬となった。2010年、平成22年に生まれたブラマンジェは、2012年、平成24年11月17日、美穂・萩原清志9社からデビュー。 2013年、平成25年6月5日、競争馬登録を抹消。繁殖品馬となった。2011年、平成23年に生まれた、マーブルケーキは、登録上は白髪だが、栗毛の反転を有するブチ模様である。2014年、平成26年1月19日、美穂・萩原清支給者からデビュー。2012年、 平成24年に生まれたブチコは、登録上は白髪だが、影の反転を有するブチ模様であるだけではなく、縦髪や耳も、影となっている。2014年、平成26年10月25日、立党、おとなしひ旧社からデビュー。2015年、平成27年3月の1600万、条件戦を制し、OP 場となった。ストレスに弱く、出走前に、 ゲート内でパニックを起こすことがあり、2016年、平成28年には2回連続で競争除外となっている。2017年、平成29年1月17日の京都宮ビステークスでもゲートをくぐろうとして前扉を破損しており、同年2月16日まで30日間の出走停止と停止期間明けに開催競馬場で、 発送状況再審査を行うと思い処分が下された。これを受け同年1月19日、おとなし秀隆た旧社からブチコの引退とアビラ町の農ンファームで繁殖品場となることが発表された。2013年平成25年に生まれる予定だった3区父黒船は流産した。2014年平成26年に生まれたシロニーは 登録上は白髪だが、反転を有するブチ模様である。また、右目が魚目である。2015年、平成27年に生まれた産区は、当年時点で産区唯一の影である。白髪の発生は、一般的にメラニン細胞の移動と分化、定着、維持といった機能を持つ受容体系チロシンキナーゼ、肝細胞因子受容体というタンパク質を高度する。 キット遺伝子の変異が原因でいることが多いが、白雪姫及びその子孫のキット遺伝子にも、第17エクソンに54塩基の血質 C2392-2445 デルが確認されている。これは SCFR のチロシンキナーゼドミー e 2 8アミノ酸残基の血質を起こすもので、これが原因となってメラノサイトセング細胞の輸送が正常に起こらず、 白髪やぶち毛が生じている。この変異は W14 と命名されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。